かしこのバンとトミコってのことは31バンちゃんのこと31歳だから。で俺あの頃前さ、ほらさ結構超常現象持ったのしゃじゃん。超常現象、超常現象、超常現象って。だから例えばそのさ、あのプロポーズの時はマティーヌの中にそのねリングを入れてもらって、それでねプロポーズされたみたいな、そういう超常現象、確かに超常現象、いや超常現象だけど、そうだろう、そういうほら現実を超えたようなロマンティックなさ超常現象を求めちゃうじゃん。確かにそれはあるね、うん、じゃあなんでそういう超常現象を求めちゃうんだろうか、バンちゃんは。だからな、超常現象を求めるって現実を超えたようなこうなものを求めるってのはさ、すごい飢えてんだな。飢えてる、飢えてるわけよ、ほら飢えてんだよバンちゃんな、恋愛にリアルな生活であんなに可愛いのに。だからそれはだから悪魔たちに嫉妬されて邪魔されてんだよ。邪魔され、またかあいつらかよ。そうだよ、いつも不幸の裏にはあいつらがいいんだよ。そうか、かわいそう、ばんちゃんかわいそうだろなあ、本当によ。